18歳の女子高生だというのに寝起き姿を平気で晒してしまうところがある。中久保希穂、趣味メイク、脳性麻痺で歩くことができない。ちょっと待ってな。二つ年上の姉、瑞希。ちょっと待って。足がか、いや、手が絡まっちゃって手が抜けた。やっぱ希穂と同じ脳性麻痺だが障害は重く、車椅子から降りると自力で起き上がることができない。母和美さんは12年前の離婚以来、おばあちゃんと一緒に姉妹を育ててきた。細川だけでよ。うん、いいよ。手冷た、寒ない？動いた後だからお腹空いちゃって。動いた後やからけど、もうええか？布団かぶして。うん、いいよ。おばあちゃんが亡くなり、今は女で一つ。仕事をしているため、昼間はホームヘルパーを利用している。口出し者なので一見分かりにくいが、瑞希には知的障害もある。大人との複雑な会話をこなす時もあれば、5歳児程度の理解力しか示さないこともある。うち今年の流行りデニム。もう一人、希穂の親友ひろみちゃん。家庭の事情で中学の時からこの家に住んでいる。今ではすっかり家族の一員だ。でもあれな、あの小花柄してきた、大きい花柄したら妊婦さんやる。あんまり多かったらひろちゃん巻きにくくなるよ。うん、えのき美味しいけど、うん、何にも量っていうものがあるかな。うん、うん、でこれはギリギリでつけたら汚れちゃうから。そうやな。で置き方も丁寧せな。べなんでそんなパン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 投げて。もうあなたやってよ。やらないよ私は。目つぶせギュッていい子なって。ボーボーすぎて形がなくなってるから作るに作らないんだけど。待って、今こんな生やしたな。生えたと言いなさい。姉妹揃って障害があって大変ですね。幼い頃からそう言われ続けている。18と20歳、子供から大人に差し掛かり、二人は自分たちに向けられた周囲の視線をそれぞれに受け止めている。そういうイメージ持つっていうことは、やっぱそういうふうにしか映ってないってことで、やってあげなとか、うん、一人じゃ何もできんから私がやってあげなっていうイメージでしか映ってないってことやんか。そういうのがいいや。でも実際自分でできないこととかは、はなんとかするやろ。何でも気合いやで。高校の時までは気にしていたけど、
やっぱり気に入っていても何も始まれへんかなって思って。かわいそうと思う方がかわいそうやだわ。姉妹に出会ったのは2人が小学生の頃。地域の学校に通わせる際、母和美さんは子どもたちに必要なことはちゃんと自分で言葉にして行動するよう教えた。障害があっても自分でできることは自分でやること、それが家族の方針だった。学校に入る時なんかも常にもうほったらかしとってください、もうそばにおらんとってくれ。友達とのいろんないざこざがあったりとか、友達との喧嘩があったりとか、中にはいじめがあったりとかしても、それがその子の経験になってくるやろうし、でそれが今度社会とか今度高校卒業後働きに行くっていうような状況の中では、あの経験していかなあかん、うん、あの子の経験していかなあかん部分のこの今の準備期間かな。障害になったって誰が悪いわけでもないやろ。その寝たきりやからってあれ、もっとなんか偉いさんみたい大丈夫とか言わんでもいいや。動けるからってなんか普通にやっとった言うんて、だからみんな普通にやったらね。2009年、キホは18歳になった。友達といる時、歩けないことがキホの障害となることはない。できないことだけ手伝ってもらえば何でも解決できる、そう信じて生きてきた。寒い、うん、朝の通学、一緒に住むひろみちゃんと手をつないで登校する。少々荒っぽいが、これも車椅子で素早く移動するために考え出した手段だ。座ってたら分からんけど、立ったらやったら顔でかいなあ。立ってみ。じゃあ立ったらちっちゃいのも分かるやろ。ちっちゃすぎる。何頭身って感じやろ。良いやな。障害を当たり前のように受け入れてくれる友達の中でキホは暮らしてきた。そんな高校生活が終わりに近づいていた。友達は皆進学や就職が決まっている。キホだけ卒業後の進路が決まっていなかった。美容師に憧れていたキホは美容専門学校に進学するつもりでいた。友達とオープンキャンパスに行ったところ、キホだけ別室に呼び出され、見学すらさせてもらえなかった。車椅子では実技はこなせない、ここはプロを目指すための学校で、あなたのような人の来るところではないと言われた。シャンプー代が高いから無理。諦めてくださいみたいなこと、うん、
それ聞いた時はどう思った？あ、やっぱそんなもんかみたいな。もうだからもう何でも良くなってきた。何でも良くなった。うん。だからいろいろやるのがめんどくさくなった。どういうこと？もう車椅子やし、どうせ断るかもうええかなみたいな。めんどくさい。頑張るのが嫌になった。うん。遠い。あと何？以来キホは自分の進路について投げやりになってしまった。家にいてもひろみちゃんに愚痴をこぼすことが増えてきた。目がふやけてふやけてしゃあないんだけど、もう気持ちがボロボロやから、ね、ただいま。もう遠いかな。もうあの今あれ、私のガラスのハート粉々やで。意味わからん。なんでって粉々ってやっぱあれやん、こうよっしゃってなってところな、スコーンってなってこんなもんね。美容専門学校断られてとかしてんのって、ひろみちゃんとかそういうの聞いててどう思った？キホは一個しか言ってないんやんか。それでも他も一緒って言うけど、もしかしたら違うかもしれへんやんってうちは思ってしまう。他行って全部断られたんやったら、なんかやっぱ考えるけど、一個、まあ一個行ってトラウマになるのも分かんねんけど、他にもあるちゃうかなとか考えたりするな。大丈夫だって、私あの見事にキャリアウーマンになって見せるから。独身セレブも夢じゃない。お前本気にしてないよ。今めっちゃ本気で喋ってんの。本気にしてない。みずきの朝、お母さんは働いているため、朝と夕方ヘルパーが来る。めっちゃお金ばらまいてるから、なんでこれ財布に入れようと思って。7000円全部てんねんけど、入らなく、自分では言える余地がなくて、どうやったら入るかなって思って。自分で工夫しとったん？この中入ってるやつは自分で入れた。うん、できてるやん。それやったらめっちゃ入ってんの。5000円も1000円もいっぱい入ってるし。1万円ちょっと持っていくの。身支度はヘルパーがしてくれる。瑞希はまっすぐ座ることもできないため、補助器具に体を固定する。みちゃん頭乗せるで。うん、暑い。これぐらいやんないと意味がないんだよね。すぐ立つと思うけど。瑞希は妹のキホとは全く異なるペースで日々を過ごしている。行ってきます。高校を卒業してから彼女は障害者のための作業所に通っている。就職や進学は考えたこともなかった。ここは瑞希の言葉を借りると、障害者のための憩いの場なのだそうだ。またのどこ入ったら言うし、教えてもらった。はい。
ヘルパーのいない昼間、ここで音楽を聴いたりパソコンを触ったりして気ままに時を過ごす。逆に言うと、こうした場所がなければ家にこもりきりの人が多いのも障害者の現実。水木はここで家族やヘルパーの知らない自分の時間を持てることがとても気に入っている。スタッフに余裕がある日は外出にも付き合ってもらえる。水木が朝からお小遣いを全部財布に詰め込んでいたのは、かねてから欲しかった MD ラジカセを買うためだった。ギリギリ予算に合う商品が一つだけあった。綺麗にさせてもらいます。はい、ちゃんと動くかどうか確認したんですけどね、どうも動きがおかしいんです。電源入れてすぐにまた電源切れてしまって。壊れてるんですか？私の夢が。動作確認したらうまく動きませんでした。普通に機械値段ってないですか？ドクターアリセラビューティフルライフでは暮らしを快適にするさまざまなライフハックをご紹介しています。これを 17,800 円にします。放送は毎週月曜日お昼3時に10分間で同じ値段でラブフラグをチェックしてくださいね。そうですか。で、3つお好きな色を選んでください。結局少しいい商品を負けてもらうことができた。最近こうして自分の意思で出歩くことが水木の一番の楽しみだ。時だけ溶けて、うん、あとは常に置いとこうと思って。ベッドの上に、うん、そういうのはあかんと思うかな。わからん。でかさもあるし、みーちゃんがそれでここのベッドの上で生活するのに邪魔になれへんかどうか。そうかな、でここに置いてもっとみーちゃんが下がらなあかんかったら下に足つくで。足曲がったままの状態なので。一番上やから大丈夫やとは思うねんけど。ちょっとこの食べよう。いただきます。はい。なんでやねん。なんででかいの。なんででかいの。なんででかいのよ。ちょっと待って。自分で操作できるかどうか試してみる。水木にとってまず自分一人でやってみるのは当たり前のこと。可能なら人に頼むより自分の意思で動ける方が自由になれる。ヘルパーが手助けをするのは本当にできないことだけ。
瑞希が自分で考えて自分で行動することを支える。全然わからん。 CD の1曲目から録音が始まります。リモコンで録音。一方、キホはこの頃冬休みだというのに遊びにも行かず家にこもりがちになっていた。なりたくてこういう体になったんじゃないっていうのは分かんないけど、うん、なるしめんどくさいねんか、うん、なんか最近おかしいね自分。おかしいの？うん、何やっても楽しくないもん今。ずっとイライラしてるな。キホは週に一度アルバイトをしている。車椅子でバイトは無理と諦めかけていた高校1年生の頃、瑞希が世話になっているヘルパーの事務所に声をかけてもらった。事務の仕事を週に1回2時間、月6000円ほどの収入。高校の友達に比べるとかなり少ない。友達のひろみちゃんも同じヘルパーステーションで働いている。彼女はヘルパーとして毎日のように現場に出ている。収入も忙しさもキホとは桁違い。申し訳ございません、あの担当の者が今席を外しておりまして。あーちょっと分かんないんですが、はい、あー少々お待ちください。最近友達との差を意識することが増えてきた。お疲れ様でした。お疲れ様です。ハルコバイバイは。呆然と見てるだけ。ヒロミちゃんは春からヘルパーステーションへの就職が決まっている。千原さんとね、はい、瑞希に協力してもらい車椅子に乗せる練習をする。じゃあそのまま一緒に倒れていって、みーちゃんを引っ張って、みーちゃん力抜いといてや。よいしょ、うん、みーちゃんやっぱり緊張する？全然違う。慣れてる人とはまだ練習中のひろみちゃんとか。いや、全然気使ってるの？違う。最初入れるときはちょっと怖いなって思うけど。両手、はい、
研修期間中みたいな。はい。水木が出ていくと家の中は真っ暗になる。高校3年生の冬、希穂は休みの間昼夜逆転の生活をしていた。友達はみんなアルバイトで忙しい上、希穂には遊ぶお金もない。だから家にこもることにしたのだという。焦っているはずの進路についても全く動く気配がなかった。誰も帰ってこんかったら家中真っ暗やで。暗いまま飯食うもん。暗いまま風呂入るし、電気つけずに、うん、でそのまま暗いまま部屋入ってぼーっとして。そうそうそう、結構な生活やろ。うん、だからもう そのまま落ちていくだけ落ちていくね、うん、置いとってください。ほんでうち25から借りるようにしますわ。ほんだらそのまま召喚で置いとってもらったら。あ、すいませんけど。どうでした、うん、母和美さん、うん、娘が思春期に入って以来あまり細かい口出しをしないようにしてきたが、この頃の希穂の様子に困惑していた。1月の15、はい、この日和美さんは仕事帰りに希穂を呼び出して食事に誘った。じゃあ今な、ほら、給料が少ない中小学生のような生活を送りおかしいな。何してる？頭悪いな。お金が少ないストレス。まあ一個やな。就職が決まれへんストレス。一個やな。彼氏ができへんストレス。うん、じゃないな。あ、泣く泣く。突然心に溜めていたものが一気に吹き出した。あんたが広がろうとせえへんねんや、家に閉じこもって。当たり前や。当たり前ちゃうやんか。もっともっと広がったらあんたまた違うわ。でそれお金がないから出られんのか。違う、お金もないし出られんわ。だからお金がないからやろ。もうないもん、買われへん。もうなんでそこでなあかんねん。そんなんムカつくわ。え、でも服なかったら出られへんか。出られへんに決まってるやん。なんでなさやと思って。出れてるやんか今の服で。気持ち悪い。嫌やそんな。もっともっとおしゃれしたい。当たり前やろ。最低やろ。もう喋ろ。もう外出るために服がないんやったら服を揃えよう。いいな。服買いに行こう一緒に。もう一緒に買いに行こう。みんな自分で買うのになんて私買ってもらえない。そこが社会の現実の厳しさや。いやいやいや、痛くない。認めたくないんや。その時に自分の体を受け止めるっていうことをまだできへんか。なんで受け止めるのこんなの。え、なんでこんなの受け止めなの。ごめん、こんなん産んでしまって私邪魔なだけやん。正直邪魔か。
ってみよう。じゃあなんで目の前で見えるようにしたんよ。いい方が何を。竿。え、竿なんで見えるようにしたんよ。何の竿やねん。それ気づくのあんたやろ。わーっとそんな竿見えるようにしたんちゃうわ。それが現実やって言ってんねん。うちが見せようとしてんかって見えるわってなもん。表に出たら、社会に出たら。あんたにはとっても理解してくれる友達がいっぱいいてるやんか。あんたの代わりに怒ってくれる友達がいっぱいいてるやんか。そういう人たちがおるっていうことだけでも幸せやん。それだけでも自慢やねんで、私は。下がっていいのに。下がっていいのに。青い本人も絶対下がってると思ってたらしい。やっぱいろんな映画そんな気づけって何も挑戦してないやん。一回言われただけで嫌やってなってるだけやんか。どうせ断られるだけやん。ほらどうせ。それは何、車椅子やから。だってそうじゃん。うん、分からんやん。なんで分からんとか言うの。やってないもん。なんで。あと一回一箇所だけや。障害がなんぼの前に歩かねえからなんぼのもんやねんって思ってきたら違うんか。それなんで負けてどうすんねん。負けへんよ、育ててきたつもりやで私は。心が障害に負けないように、和美さんはいつもそう思って子供たちを育ててきた。幼い頃の希穂はいつも自分の障害を受け入れていた。今もそうなのだと信じていた。今彼女自身がそれをほんまに乗り越えていかなあかんとこ時なんかなっていうのが改めてこの前分かった。だから自分自身がもっとしんどかったんやろなって、あの彼女自身だから、そのしんどいのを気づかなかった自分もが、あの時涙出てんけど情けなかった。あ、結構それはショックだった。いっぱい話してんねんけどな。話してたつもりやってんけどな、できてなかったんやろな、うん、気づいてあげれる自分、気づいてあげないと、あ、一番最初に気づくべき自分が気づけてなかったっていうのがちょっとショックやってんな、うん。あんなに思ってるとは。お前方びっくりした。ちょっともうちょっと思い出せあれけどね、うん、まあでも、私もあの子らを産んだ時か、障害って分かった時にすごい葛藤があったけど、まあ今彼女がその葛藤の時期なんやろな。希穂と瑞希は二人とも妊娠7ヶ月目の早産で生まれ、生後半年で脳性麻痺と診断された。娘たちの障害を知った和美さんは家にこもりきり、毎日泣き暮らしていた。先には暗く惨めな人生しか待っていないと思い込んでいた。でも子供の成長を見るにつれ、思いは変わった。何もできない不幸な子と決めつけているのは、自分自身に他ならない。子供の可能性を親が奪ってはいけないと。まあ言えんのは、アスカちゃん。障害は不幸じゃない。障害に負けない子に育ちなさい。母の思いを、子供の頃の希穂は素直に受け入れていた。
全然不幸じゃないけどな、うん、やろうと思えばできんねん。みーちゃんは？私は不幸と思う。なんで？そんな自分でヒロインを演じちゃって。だってさ、うん、一生悪くなんて嫌やんか。昔瑞希ちゃんは障害のこと不幸と思うって言ってたやん。バカですね。障害持ってても持ってなくてもさ、不幸な人は不幸だし、幸福な人は幸福だと思うから、まあそこから変わったのは、うん、いつの間にか姉妹の気持ちは逆転していた。障害を持って大人になろうとするとき、至る所で生じる制限に心の方が潰されそうになる。瑞希はどこかで開き直ったのだろうか。かわいそう、通りすがりにそうつぶやく人がいる。そんな時、キホは尖ってにらみつけ、瑞希はふわりと聞き流す。盛り上げないで。瑞希、成人式の朝。これもやっと取っといた方がいいよね。当たり前。化粧をするのは初めての体験だ。早く開けて。なんで裏返ったままやな。うん、開けて。まばたきって知ってる？お前なんで粘膜裏返ったままで置いてんねん。あ、して戻らへんねんもん。絶対戻るから普通にバチバチして。ほら持った。だから力入れない。瑞希は緊張すると全身に力が入る。やらんでいい？じゃあやらんで、ほんまに。開けといて、普通に開けといて。口を開けろ言ってんじゃん。はい、開けて。はぁ、もう何もできん、これもできん、もう、あ、顔はブサイク。やめていいよ、もう。やめていいよって言って泣いてるわ。うん、嫌な思いって。私朝の8時が起きてんだけど、こいつ寝てるし。うんうん、なんて。もういい、もういいから、もう何やってもできへんから、もういい。やろうとしないから。僕いやーって言って誰か言ってるよ。なんて。私大事、誰か言ってる。じゃあなんで泣くねんって。努力してる言うてんねやったら泣くなよっていうか。全部のとも全部落ちてんねん、それで。なんで笑ってる？なんで笑ってる？
スーパーサイズになった。振り袖は腕が重くなるからと、瑞希の希望で式にはスーツで参加する。ドラゴンボール見てた？見てたよ、ハンターと一緒に。瑞希、二十歳。家族にはある約束事があった。それは瑞希が成人した年に瑞希、希穂の二人とも自立させるということ。二人が中学生の時に決めたことだ。今年がその約束の春。時間の方見てほしいんですけど、今からみーちゃんの会議やからね。見ててね。分かった？あなた、あなた、あの、一言にしたらあかんよ。分かった？一言にしてないよ。うん、自分の一人暮らしやで、に向けての計画やからな。そう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 。そうそうそう。今も1時間の間にもあれもこれも。一人暮らしの計画会議。中学の頃から瑞希の障害も性格も知り尽くしたヘルパーたちが支えてくれる。春から母も希穂たちも家を出る。瑞希はこの家で障害者年金だけで自力で生活できるか試してみる。私とヘルパーでやり取りしていたらいいの？これから。そう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 。よかった。ただそのそれでね、それがいいからって言って自分が必要なものとかはやっぱり自分のお小遣いでっていうのはきっちり分かっておいてもらうな。それも生活費から出すっていうふうに思ってたら、あの、うん、例えばゲームとかな、そんな生活費から出すんちゃうで、うん、それは分かってるよ。分かってるな。それは分かってるよ。明日私がいなくなって死んであった時に、彼女が一人暮らしとか、あの人のいろんなヘルパーさんとの協力の中での生活ができなかったら、こんだけ重度やったらもう即施設になってしまう。で、彼女が施設がいいって言うんやったらね、選ぶんやったら施設に行ったらいいけど、うん、施設は嫌やから、それやったらやっぱり一人暮らしできるように、いつ母がいなくなっても大丈夫なように準備するっていうのも、なんか別にあの一人暮らし慌ててなあかんとかではないねんけど、やっぱりね、彼女が一人で、で一人で住んでいくほど自信がつくやろうから。希穂はあの日母と話をしてから就職活動を始めた。担任の先生とハローワークで障害者用の求人を探す。高卒で車椅子の求人となるとそう多くはない。みんなは全然変われへんよとか、気にしろがあれやってみたいな言ってくれるけど、でも社会まではそんなんじゃないや。社会はやっぱこう、こういうね、レベルを落としてじゃないけど、できることできんことあるし、戦力になるかも分からへんしみたいな、そういう見方をする方がまだまだ多いから、なんかやっぱ私ら目線から言うと働きにくいっていうか、生活もしにくいような今やなと思って。まだ社会と自分自身との接点が見えない。本当に就職をしたいのか、夢は全部諦めた方がいいのか。
進路が決まらないまま迎えた卒業の日、ずっと一緒だった友達はそれぞれの道へ進む。あ、入りよ入りよ。はい、じゃあ行きます。はい、チョリス。あ、間違った、押してない。はい、チョリス。超重たい。キホはひろみちゃんと一緒に家を出て二人暮らしを始める。仕事が決まるまでとの条件付きで、キホの生活費は母が出す。母和美さんは、今のキホの悩みは結局キホ自身が解決していくしかないと考えている。多感な時やし、感じるものが倍になって感じてる時期やと思うねんね。だからまあまあ、これからの出会いであったり気づきであったり、それで少しずつ変わっていくやろうと思う。また好きになってほしいよね、自分が、自分を、自分の体を。でそれがまた社会がそういうふうに好きにならせてくれたらいいねんけどな。だからそれは出会いやと思うわ。周りがどっかに受け入れられて、うん、で自分自身持って好きになってくれたら、あの嫌いにならしたも社会やから、好きにならしてくれるのも社会であってほしいよなっていう、これは親の願いやね。じゃあネギも買ってきてくれる？ああ、いいよいいよ、それでも、でね。春、新しい生活が始まった。二人それぞれ、一つ一つ新しい経験を積んでいく。大人になるとき、夢と現実の間で自分らしい道を手探りするのは、みな同じなのかもしれない。キホはまだ迷っている。どこまでが受け入れるべき現実で、どこからが諦めすぎなのか、どこまでが社会のせいで、どこからが自分で見つけていくことなのか。迷い揺れながら、そんな経験が彼女の中に降り積もる。この肉の切れ方よ。冷めてるとこだから。うん。キホ18歳、障害について今の思い。やっぱこう生活している面で、ああめんどくさいって思うことが多いから不便かな。でも嫌っちゃ嫌やけど、でも不幸ではないかな、うん、不幸ではないっていうのはどうして？不幸って言うってことは、こう今の楽しいことも知れへんってことやが、でも楽しいこともいっぱいあるし、もちろんしんどいこともあるけど、でも楽しいことの方が多いから不幸ではない。